みんな、あれをなんて表現？ダマリス・ハナオです。どうも、デンガデンデンです。頭がいい人だったら、どんな効果でも、ウミガメのスープ的に当てれるんじゃねー？釣り橋効果とかいろいろあるじゃないですか。はいはいはい。あれを、あれの中、まあ僕らが知らへんようななんたら効果っていうのを、いろいろこう質問攻めしていって、はいはいはい。それで、なんか俺たちがその効果を当てるというね。ウミガメのスープってことは、なんかイエスかノーでしか答えられへん。ああ、まあそうそうそう。質問やな。そうそう、はいはい。イエスかノーかで答えられる質問を、いやもう簡単ですわ。ぶつけていって、で、その効果を、効果の、まあ中身をね、推測するというスープでございます。やってみましょう、ちょっと。はい。というわけでやっていきたいと思います。正解と申します。何も思いつかない。年取ったで、我々。はい、はい。もうラフに行くから。なんだろう、他のことしながら答えるから、ね。まである。だってさ、今日ってさ、そもそも遊びという名目で集まってる。今日は遊びなんですよね。あの、遊びデーっていうのがあって、はいはいはい、これは遊びの中で撮ってる動画っていうの。はいはいはい。だから別に、まず知っていただきたい。だから別になんか、この企画撮ろうって思って集まったわけじゃなくて、さっき撮ることが決まったよね。そう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 。だから、だから、だから別に思んなくても、許してほしい。それは編集でどうにかしましょう。はい、じゃあお願いします。問題です。ファントムバイブレーションシンドロー。いや、めっちゃむずない。なんでなんでなんで。夜の営みに関係ありますか？関係あるで。関係ないです。ファントムファントムバイブレーションやろ。わかった。シンドロームって言ったよ。ああ、ダメダメだ。童貞があまりにも彼女が欲しい怨念が強いあまり、仮想的な彼女を置いて出して、それでいけるようになってしまった。ああ、だからそれラブドールの延長の話ですか？確かに。違います。それはバイブレーションしてるんですか？してます。あ、してません。してません。あの、パッと見てその現象になってる人を見てもバイブレーションしてない。してない。震えてない。別に別名西野カナ効果ですか？会いたくて会いたくて震えるっていう現象。それが会いたくて会いたくての気持ちが怨念すぎてファントムと呼ばれてますか？あ、近いです。近い。会いたくて震えるとか。会いたくて会いたくて震えるの気持ちがファントムということですか？はいって言ってたで。ワンピースで言うと誰がなってますか？あ、じゃあ、それ言ったらあかんね。サンジがなってます。なってそうですか？いや、それめっちゃもう、もう忘れていかない。忘れていかない。一人ずつ。そうそう、だってイエスノーやろ。サンジはなってなさそうです。ゾロ、ゾロは？ゾロもなってなさそうです。ナミ。あ、なってなさそう。それ精神が強いとか関係ありますか？関係ないです。生きてたら誰でも絶対はなり得ることですか？おじいちゃんおばあちゃんとかはならんかも。あ、だから。あ、わかった。何？地震が起きてたの。地震が起きたってなるやつ。近い。え？めちゃくちゃ近いです。だからその脳みその中では起きたと思ってるけど実際は起きてないみたいなことですか？そうです。風呂で髪の毛洗ってる時にパッて見たら幽霊いるんじゃないかって思っちゃうやつ。ああ、だいぶ遠くなりました。遠くなったって。火災報知器鳴ったって思ったら自分で言ってた。パーパーパーってっていうのは。あ、救急車が「ええよええよ」って言ってるけど自分が実は救急車が遠ざかってる。あ、遠ざかって。自分が救急車は静止してて自分が遠ざかってブドップラ効果が起きてる。違います。え、合ってるやろもう。でもちょっときついで。それもう発表しましょうか。はい、じゃあお願いします、うん、正解は携帯が着信してブルブルしてると思ったら気になる。ああ、言えたな、それ。マジでそれあるわ。特に案件の提出締め切りが近い時に結構起きがちっていうのは。なんでなるんやろな、それ。なんか日頃から着信を気にしてたら振動に対して敏感になってるから。確かに。うわ、なるほど。それは言えた。なるほどね。それは当てれたわ。なるほどね。なんか地震はほぼ正解やけど、ちょっとなんか揺れてるって意味でめっちゃ正解だよ、地震って。次問題。はい。天使が通る。天使が通る、それお見当たりですか？あります。それちなみに悪魔が通るって言葉はないんですか？ないですね。電眼と鼻をやったら鼻をの方がしてそうですか？いや、個人でなるものではないです。複数人で起きる。はい。一人じゃ起きない。わかった。朝立ちしてしまった時にお母さんに対する言い訳でちょっと俺の上に天使が通ってる。ああ、まあまああるかもしれない。それで難を忍ぶってやつ。違います。めっちゃしこってしまった後にお母さんへの言い訳で、ごめん、あのめちゃくちゃ鼻噛んだ量増えたわっていうやつ。間違えて床に出してしまった時に、母さん天使取ってもらって。天使もやめろよって言いながら床掃除する。まあ精子なんですけどね。精子なんですっていうボケもかましとくっていう。卵子は通る。ちなみに
天使は通るかもしれんけど、老子は老子、老子通らない、通らない。え、こうプラマイゼロですか、その事象的には。プラマイゼロ。ニュースで見る。ニュースでは絶対見ない。あ、分かった、これ多分合ってるかもしれない。何？クラスが一瞬静寂に包まれる瞬間のこと。正解でーす。なるほど、まあ、よく分かったな。教室がガヤガヤしてたのに一瞬誰も喋らずにシーンとなった。すげえ。なるほど。いや、ぽいなと思ったもん、なんかそれすごい。まあ、その逆でめっちゃ静かなこの周りをあえてめっちゃガヤガヤさせるんですよ、悪魔が通当時俺が内定をもらってた結構陽キャな企業で、あの、はい、飲み会で俺だけ喋ってへん状態のことを、あの、百鬼夜行って呼ぶの俺あれで、あの、本来やったらみんなで楽しむべきとこ一人だけ喋ってないっていうのは、逆でありそうやけど妖怪が通っとるから次、次、次、青木まりこ現象。恋愛の時とかに起きることですか？違います。青木さやかじゃダメですか？まあ、青木さやかもなったことあるんじゃないですか？それは青木まりこじゃなくて青木まりこっていう名前ではないですかあるわそれ。まりこは良くなるんですかね？まりこは良くなるみたいです。ナミも良くなりますか？ナミ？ワンピースの公開しナミなるかもしれない。じゃあ青木まりこは懸賞金何ベリーですか？50ベリーぐらいですね。じゃあ ペローナはなりますか？ペローナも多分なります。マートン、マートンはなると思います。それメンタル、メンタルが弱いとかそういうことですか？関係ないです。サイゼに行ってた時に一緒に、うん、あの間違い探しをやってる時に電眼だけ残り1個が見つけられませんってなりましたと。それで終末逃した電眼ですか？違います。それで、あの、それが青木マリコ。そうだ、青木マリコ現象間違い探しというどうでもいいことでなぜか終末という大事なものを逃してしまう現象。電眼現象か。これ電眼現象か。うんこしに行ったはずやのにションベンも出てしまう現象めっちゃあるわ。うんこは近いです。ええ？え？うんこは近いです。なんで？あ、じゃあトイレの話。あ、わかった。神プレイしたもしかして。うんちが最後ちょっと立った時に人に見せたくなる現象。違います。誰に、何で言うの？いや、あるで俺。今それやばいよな。それ見せられた側どんな気持ちになるね、お前それ何してんねんっていうぐらい長い女、トイレがいるね。お前ほんまにうんこしてきたんっていうぐらいめちゃくちゃ早いやつ。あ、いるいるいる。俺いるいるいる。2秒とかで終わるタイプのやつ。で、しかもあまりにキレが良くてトイレットペーパーにはあんまりつかない。あー、ある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 。トイレットペーパー使わない信者、環境に悪いから。やばい。で、それでビーガン、ビーガンのうんこバージョンみたいな。パンツをそこで履き替える。全然エコじゃなかった。全然エコじゃなかった。エコじゃない。アフリカかどっかに行ってるときやったら、もうその辺でみんなうんこしとるから、ここで裸になるの全然恥ずかしくないやんけみたいな現象。違います。うるるん滞在期。うるるん滞在期。それはトイレでの出来事ですか？違う。違います。違うの？兼尿で紙コップ満パンに尿を注ぐアズマックスですか？ガキつかね。あったあった。だいぶ昔のやつね。あったあった。あれめっちゃ俺、あそこ好きだ。あれはおもろかった、確かに。あったあった。家ですか、それは？家ではないです。外？スーパーとか屋外って感じじゃない？あ、外。家以外ってことですか？家以外です。特定の場所で起こるってこと？はい。わかった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 ぞ。絶対わかった。本屋に行くとうんこがしたくなる。正解です。なんで？これないんや。いや、これは確かに分かるぞ、それは。あんま分からんな、これ。でも、これでクイズノックのクイズにちょっとだけ強くなったから。当然のように知ってそうや、クイズノックで。マイキマイコ知ってそうやな。だからクイズノックではできひん企画ない。もう知っちゃってるから。全部知っとんちゃう。いや、マジでワンチャンあると思うで。全部知ってる可能性だってあると思う。